試合開始直前に開かれた白鳥選手の緊急記者会見をご覧ください。好き勝手な行動にはもうついていけません。ラカスタ2013ではラバーズ J チームが負けました。私はラカスタ2014ではベイビードッグとして頑張りたいと思います。 FA 権を行使します。お願いします。2014年はベイビードッグチームとして頑張って絶対に優勝します。いい？いや、せーの、あ、うえ、うまえ、もしかしてもね、実力の実力で、運も実力。いいことしたからいいこと返ってくるよな。いいの？いいよ。いいの？いいんですか？いいよ。いいよ。そちらの監督。いいよ。その代わり今度役の方も。番号だけで？うん。分かった。ジョジョエン、ジョジョエン。じゃあ私7番でいいの？うん。ありがとうございます。じゃあ7番ゲットです。あれだな、あの虎が出てくるやつ。グワーってやつ。すっごい負けると思う。え、トラってあれよ、あのトラよ、あのトラよ、打ったことないよ、私打ったことないトラよ。あれじゃん、女の子も出てくる、シャッてこう戦うやつ。トラと選べるじゃん、トラかこなんてやるやつでっけ。あの意味のないトラね。それもあるし、寒いからもう行こうよ。みんな走ってる。競歩にしようか。じゃあ競歩、あ、ルパン三世打ちたい。あれあれ、何行く何行く何行くという、はーい、はーい、熱湯ラカータスタジアム2014はパチンコ480台、パチスロ230台設置のラカータ坂戸店よりお送りいたします。1回の表、ラバーズ J 松波選手の攻撃。1番ライト、魔法少女まどかマギカ、背番号634。よろしくね。なんか2台のマギだね。まだそうだ、まだマギあって、もう当たってたからはちょっとな、負けてらんねえな。バラエティでな、オーケーよ。やろう。じゃあお隣さんに勝てるようにしようかな。隣もね、まあまあの、まあまあの台よ。私も苦戦した台よ、だいぶ。
お前かけてってやっぱりかけてって流れでいけそうだったけどダメやったここには行ってるけどね。あ、ゾーンだからか。おちょ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 、めっちゃ黄色いよゾーン。こんな贅画面見たことないよ私。イエーイじゃねえ。3桁乗ってる。全然いいじゃねえ。手ぐらいつまごう。行こう。よし。あ、増えるんじゃない？4個。よし。でも一回ね。6回までなったんよ。全部スルーした。あ、レイバー、やりましたぜ監督。よっしゃー。さて、何、エピソードできる。そうなんよ、白が見にくいんよな。隣の人に頼もうか。ちょっとよし、私も許さない。すごい。ちょ、写真撮っていい？ちょっと個人的にちょっと嬉しかった。よかった。え、これはマギカラッシュ。そうやな、光るよな。ちょっとよかった、頑張って。おい、言うな、言うんじゃない、それを言うんじゃないよ、それを言うんじゃないよ。あ、やりよったで。てことはやっぱ結構溜まっとったんじゃな。なんか大きい、 おっとーホームタン、ホームタン狙うの。歌が始まったよ。うおーい、なこれは何になるんでしょうか。なんかプチュンプチュン言ってるで。ワルプルキスだと思ってたからどっちもどっちやなワルプルキス。これのさ、一撃とかが気持ちいいよな。そうなんよ、そうなんよ。なってないね。ここで歌が流れたらわりかしいけるんかなと思うんじゃけどな。なあ
は望まんよ。ゴーストハリーだよ。しゃあないしゃあない、いいよ、オッケー、多くは望まん。引け、おっと、よし、やりよった、よしよし、いなくていいよ、めいちゃん移籍したんだもん。そうでしょ、移籍しやがったからな、みーちゃんはそうだよ、今だってもうお菓子の子に行ったもん。オッケー、来たよ、ヒット、バン、これトムちゃんだからとか関係あんのない？俺もわかんねえ、俺もわかんねえ、この色しか見たことない、花火柄もあるな、復活演出でこれ回すから、よっしゃー、先制してみー、先制してみー、ダメか、そんないい武器持ってんだから使っちゃいな使っちゃいな、
よっしゃいいよ。これ継続したら一撃終わるかもな。一撃がやりたいんだ私は。あらららくらったんじゃ。ダメ。よっしゃ一撃。もう一撃はない。メガネちゃん出てきちゃった。こっちからよすごい。やるねやるね。終わんねえ終わんねえ終わんねえぜ終わんねえぜ。よっしゃあららら豪勝吐きちゃった。おいったーイエーイ。おーい適当に押してみるもんじゃな。よっしゃーこれでお願いします。いや決着つけてください。ならんかね。え、またいけ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 。さあやばいよやばいよ。いいよいいよ。乗りに乗ってまいりました。やばい。いやこれが回るかもしれん。回らんか。さすがにダメ。いやー260ゲーム。あーもうすぐ。あしない。そうじゃあちょっとこれ見たい。OK チャレンジ。ラバーズ J の監督がチラチラして見てくるんで、いや絶対勝ちたいと思います。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。2回終了時にどちらが勝つか皆様ぜひぜひ予想してこちらの方にご応募ください。私たちのサインボールプレゼントしちゃいます。ご応募ください。2名様ですよ。熱湯ラカータスタジアム2014の配信日が毎週月曜日から毎週木曜日になりました。配信日にご注意ください。